地域イベント情報番組ナビナバー11月前半号です。この番組は次のお休みどうやって過ごそうかなと考えているあなたのための番組です。名張市、伊賀市、そしてエリア外のイベント情報などをお届けします。それではナビナバ11月前半号のスタートです。30分間よろしくお願いします。地域イベントナビです。まずは名張伊賀地域の身近なイベントをご紹介します。にぎわフィエスタ。11月17日日曜日朝10時から伊賀市教育研究センターでは友のにぎわいフェスタが開催されます。こちらですね、もう友のに直結したというか、そんなイベントなんですけれども、各地区の催しコーナーがあったりとか、友の地区の新鮮な野菜の販売があったり、さらには JA 伊賀ふるさと友のふれあい店や上野ひまわり作業所、キッチンカーの出店なども予定されています。そしてですね、友の保育園の、ね、園児の皆さんの歌の披露があったりとか、友の保育園の園児の皆さんの作品展示、あと小学校のね、友の地区の子どもたちの作品展示などもありますし、ゲーム大会なども予定されているということです。この友のにぎわいフェスタは11月17日日曜日朝10時から伊賀市教育研究センターで行われます。雨天決行ということです。詳しくは 21-8839 21-8839 番までお願いします。クロンド祭り。11月23日、祝日ですね。伊賀市の伊賀一の宮愛国神社では伊賀忍者の服部一族の記載クロンド祭りが行われます。平安時代の末期から始まった、もので、神事に携わる者は黒装束に身を固める習わしとなっています。毎年伝統忍者集団クロンドが伝統の忍術を駆使した忍者ショーを奉納しているわけなんですが、団員の中には愛国神社でクロンド祭りを始めた伊賀服部平内左衛門家長の末裔が2人いるということですね。ぜひお出かけいただいて、ね、しっかり目の前でご覧いただければなと思います。詳しくは電話 23-3061 23-3061 番までお願いします。変わっては聞いちゃいますのコーナーです。今回は島ヶ原歴史街道ウォークについて聞いちゃおうということで、この方にスタジオにお越しいただきました。ぜひ自己紹介をまずはお願いします。島ヶ原観光振興会の山菅です。よろしくお願いします。ではまずはなんですが、この島ヶ原歴史街道ウォークについて簡単に教えてください。はい、大和街道沿いの歴史スポットやもみじが楽しめる見どころいっぱいのコースを散策いたします。いいスポットいっぱいありますもんね、島ヶ原。はい、そうです。そもそも、開催されたきっかけであったりとか、はい、どういう理由で島ヶ原には歴史の道、和道の道や大和街道など歴史の思いが多く残っている道がございます。また季節お料理の風景を楽しんでいただきたいということに、また JR 関西本線の利用促進を支援したいということで開催しております。そうか、島ヶ原駅になると JR 関西本線乗っていかないとってことですもんね。はい、なるほど。ちなみになんですけど、もうどれぐらいこれ続けてらっしゃるんですか？この歴史街道ウォークと名前ついて、この関西本線の利用促進の支援する事業といたしましては、今で11年目になります。ってことは今これになっては11年目とおっしゃいましたけど、それ以前でもじゃあやってたってことですか？はい、ある公開とか、散策巡りとかそういう名前でしておりますんです。なるほど。例年どの地域から来る方が、ね、一番遠いのは日本海側の、福井県からお越しいただいてます。それは福井がこの時期はだんだん寒くなってくるからとか？そうです。気候がちょっと悪いらしいですんでこっちの三重の方の太平洋側の方が、暖かいし、天候がいいということでお見えになる方が多いです。なるほどね。
あとどれぐらいの人数の方が参加され、一番多い時で300名を超えた時もあります。すごい。毎年だいたい150人から200名の方がお見えになります。じゃあもう毎年これを楽しみに参加しているよっていう方もね、多くいらっしゃるんでしょうね。リピーターさんもたくさんおられます。わかりました。では今年の、ね、今回の島ヶ原歴史街道ウォークについて詳しく伺っていこうと思いますが、まずはあの日時教えてください。今年の令和元年11月23日の土曜日にさせていただきます。はい。まあ、この日は勤労感謝の日ですので、うん、祝日となります。また当日 JR 関西本線島ヶ原駅前で9時30分から受付いたしまして、10時30分スタートとなります。はい。あの10時30分にスタートして、だいたいあの5時間ぐらい歩くと伺ってますけれども、はい、当日の詳しいスケジュールだったりコースだったり教えてください。はい。まあ、一応全行程8キロぐらいございます。うん。まあ、あの休憩等を入れて一応まあ5時間ぐらいの時間のかけてあの歩いております。まあ、あのスケジュールといたしましては、島ヶ原駅を10時30分に出発して、大和街道で一番長くまた険しい道と言われております与右衛門坂の一部を通り、島ヶ原温泉八茶で昼食休憩となります。はい。昼食時にはよもぎ餅作り体験や NPO 法人伊賀島ヶ原おかみさんの会のご協力で水豚汁の振る舞いがあります。また昼食後、大和街道出発町を通り旧本陣などを見ながら、自然石の祝いに祀られている縁の行者や南北朝時代の作と推定されている阿弥陀磨骸仏が安置されている渓谷沿いの行者堂の紅葉を満喫していただき、3時ごろ JR 島ヶ原駅解散となります。うーん、いい気候の中であの景色も素晴らしく、そして紅葉も楽しめて、さらに美味しいものもいただけて、はい、そうです、なんかいい一日になりそうだっていうのがね、はい、わかりました。あの当日来ていただく方、参加される方に持ってきてほしいものとか何かありますか？はい。まあ、あの一応お弁当、はい、まあ、あの水筒、うん、あのお茶です、はい、そんで、まあ、敷物とあの休憩時に、まあ、下へ引いていただくのに敷物とご持参いただくのがいいと思います。なお、あの昼食場所の島ヶ原温泉にはレストランもございますので利用していただきますし、また予約で50食限定で松茸弁当を販売しております。うん、いろんな方法が取れるということですね。はい、あの予約でという松茸弁当ですけれども、これは申し込みとか予約はいつまでにどこにすればいいですか？はい、一応あの松茸弁当は、うん、あの予約制で仕出しをしますので、一応あの伊賀上野観光協会へあの電話で申し込みしていただきたいと思います。またあの全く弁当を注文される場合は11月の15日まで、予約しておりますので、申し込んでいただけたと思います。はい。松茸弁当を注文したいという方は11月15日金曜日までに伊賀上の観光協会電話 26-7788、はい、26-7788 番まで、はいはい、申し込みお願いします。はい、ってことは、まあ、松茸弁当欲しい方は15までにあのウォークの参加の申し込みと予約をするけれども、それ以外の方、はい、あの当日受付で、はい、あのしていただきます。あの島ヶ原駅を置いていただいて、島ヶ原駅前で受付場所を作ってありますので、そこで受付していただきたいと思います。あのこれ私すごくいいなと思って、その当日のお天気って、まあ、当日までわからないし体調とかもわからないじゃないですか。なのでその日の受付で参加できるってすごいいいなと、はい、思います。ではあの参加費も教えてください。はい、参加費は障害保険料や一応資料代としてお一人300円参加費をいただきます。はい、わかりました。ではあの、ね、参加される方にこんな風に楽しんでもらいたいなだったりとかいかがでしょうか？はい、あの歴史スポットや紅葉が楽しめる見どころいっぱいのコースですので、ゆっくり歩いて島ヶ原の秋を楽しんでいただきたいと思います。あとはその当日注意してほしい点などはどうですか？はい、まああのあんまり、山の中は歩かないんですが、歩きやすい服装と小学生以下の方は保護者同伴でご参加いただきたいと思います。そしてあの当日ね、いいお天気になってほしいなと心の底から願っているんですが、もし雨の場合はどういうスケジュールになりますか？まあ、小雨結構でございますが、警報発令時は中止となります。またあの中止の場合は当日の中止決定につきましては、午前朝7時から8時30分の間、
090-5456-4428、 観光振興会の会長までお問い合わせください。わかりました、では、改めてなんですが、開催日時、アクセスなどなどおさらいをお願いします。はい、参加申し込みやウォークに関するお問い合わせは伊賀上野観光協会0595-267788までお電話ください。また開催日11月23日勤労感謝の日祝日、また JR 関西本線島原駅9時30分から受付をしております。はい、10時30分出発となりますので、多数ご参加いただきたいと思います。またお車でお越しの場合は駐車料金300円が必要でございますが、当日のお問い合わせは090-5456-4428、観光振興会会長までお問い合わせいただきたいと思います。では最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんにぜひメッセージをお願いします。島柄は古のロマン香り、また島柄の里でウォークや島柄温泉で汗を流しながら一日ごゆっくりお過ごしください。皆様方のお越しをお待ちしております。はい、今回はどうもありがとうございました。ありがとうございます。